今日の美術は水彩画か。外で描くのも気持ちよくていいもんだな。あの一条くん一人？小野寺。ああ、まあ一人だけど。そのお邪魔でなかったらここで一緒に描いてもいいかな？ね、おもちろん。どうぞどうぞ、隣どうぞ。ありがとう。やったラッキー。あ、やばい、絵の具教室に置いてきちまった。よかったら私のを使って。この前買ったばかりなんだ。ああ、悪いな小野寺、ありがとう。さて、どこから描いていこうか。なんだこれ。それは着ぐるみ？文化祭とかで使ったのかな。かもな。汚れてるし洗っといてやるか。地上のやつ、あれ以上小野寺さんにくっついたら殺す。くっそ、なんてあいつばっかり。まあまあ落ち着け皆の衆。決してあれ以上進展できるほど器用な男ではないから安心したまえ。あのシルエットは衆か。みんなをなだめてくれるのはありがたいが、とりあえず後で問い詰めよう。小崎、頑張れ。あれは宮本か。一体何やってんだ。ここを塗るには。ごめん、手触っちまった。絵の具で汚れてねえか。ううん、私の方こそ。同じタイミングで撮ろうとするなんて偶然だね。すまん、また触っちまった。ううん、平気だよ。よく被るね。また手触っちまった。マジですまねえ小野寺、わざとやってんのかって感じだよな。本当きっと同じ風景を描いてるからだね。ああ、そっか、同じ風景なら使う色の種類だって似てくるもんな。うん、私ここからの眺め好きなんだ。だからここを描こうって思ったの。そうか、俺もだよ。偶然だな。そうだね。小野寺と一緒の場所に目をつけるなんて、なんて素晴らしい偶然なんだ。今日も一日お疲れ。楽、放課後みんなでカラオケでも行かないか。悪い、ちょっとそれどこじゃねえんだ。勉強中？放課後に？今日提出の宿題だよ。うっかり忘れちまってな。生徒会からのお知らせだ。よく聞け。ただいま新人大大大募集中。平凡な毎日に退屈してる君、ぜひ生徒会に入りたまえ。みんなの立候補待ってるぜ。おお、テンション高いな。いやでも楽には全く必要のないお誘いだね。平凡も退屈も休息もない刺激あふれる毎日を過ごしちゃってるからさ。まあ否めねえけど。つか、気が散るから話しかけんじゃねえ。あ、ごめん、忙しかった。小野寺、しまった、
俺はなんつータイミングで。あの邪魔しちゃってごめんね。急ぎのようじゃないし、また後で話しかけるから。あ、いや、さっきのは週限定で言った言葉だぜ。俺なら超絶に暇を持て余してるから気軽に話しかけてくれよ。あのね、今日ルリちゃんが日直で宿題のノート集めて先生のとこに持っていかなくちゃいけないんだって。それで一条くんのノートがまだ提出されてないみたいって聞いて取りに来たんだけど。いつもは宿題欠かさずやってきてるのに、なんで今日に限って。すまん小野寺、もうちょっとだけかかりそうだから後で宮本に直接持っていくよ。あ、ううん、大丈夫だよ。今日は何の用もないから。そうか、悪いな。じゃあ速攻で問題解くから。気にしなくて平気だよ、ゆっくり解いて。小野寺本当にいいやつ。でも珍しいね、一条くんが宿題を学校でやってるところ初めて見た気がする。わざわざ自分で解くところが楽らしいな。ん？どういうことだ？誰かにノート見せてもらうこともできるだろってことだよ。こういう時お前手抜かないもんな。なことしねえよ、自分でやんなきゃ意味ねえだろ。そっか、そうだね。私一条くんのそういうところが。お、どうした？ううん、なんでもないよ。そのそういうところが偉いなって。とにかく待ってるからね。ああ。しゃ、できた。小野寺、待たせてごめんな。ううん、全然だよ。一条くん、お疲れ様。ああ、やっぱ小野寺と話すのはいいよな。癒されるっつうか、なんつうか。ノート。ああ、そうだよな。じゃあ、これ。小野寺の指に触っちまった。ごめんね、その指。いや、俺の方こそ。いやいいね、最近の若いもんは。何言ってんだ、お前だって最近の若いもんだろうが。すみません。あ、小野寺小崎さんはいらっしゃいますか？上級生か、見たことない顔だな。私にご用ですか？あ、小野寺さん。はい。あなたに大切なお話があるんです。ここでは話しづらいので場所を変えてもいいですか？小野寺、ノートはやっぱり俺から宮本に渡しておこうか。あ、そうだね。じゃあお願い。あ、それじゃ。何だったんだ今の。大変なことになったわね。お、宮本、いつの間に。やあ、ルリちゃん、ご機嫌いかが。うん。あ、でもちょうどいいや、これ宿題のノート。待たせてごめんな。はあ、そんなんどうでもいいわよ。え、どういうこと？どれだけ鈍いの、あなた。男子生徒から呼び出しを受けたとなれば、されることは決まってるでしょ。告白よ。告白だね。いや、待て、なんでそんなことさっきの会話からわかるんだ。相手のやつそんなこと一言も言ってなかったぞ。あなたバカなの。これから告白しようって人間が、告白するから来てくださいなんて呼び出し方するはずないでしょ。そりゃそうだけどさ。いや、ありえねえことじゃねえ。確かに小野寺は可愛いし、男子からも人気あるし。おお、告白だと。デラク、このままにしといていいのかい？それはいいわけねえけど、俺に止める権利なんて。ちょっと大声出して何騒いでるのよ。告白とかなんとか聞こえたけど。小崎が男子生徒から呼び出しを受けたのよ。呼び出しとは決闘ですか？それなら私が。いやいや、そうじゃないよ。そんな勘違いしちゃう聖四郎ちゃんも顔は良いけどね。貴様、そんなこと言っている場合か。
小野寺様の身に危険が迫っているのなら一刻も早く助けに行かなければ。いや、さすがに身に危険が迫ってるってわけじゃないと思うんだが。わからないわよ。万が一にもさっきの先輩から押し倒されちゃったりなんかしたら。押し倒、告白するってだけでそんな展開に。そんな可能性もあるってことよ。小崎が泣きながら帰ってきたらただじゃおかないわよ、一条くん。小野寺が泣きながらって演技でもね。どうする。俺、小野寺の様子見てくるわ。おせっかいかもしれねえけど、やっぱ心配だ。待って、ラク、私も行くわよ。小崎ちゃんのこと私だって心配だもの。私も参ります。素人相手に気は進みませんが、万が一の時はお役に立ちましょう。は、俺も俺も。女の子にばっかいい格好させられないっしょ。いた、小野寺だ。あの、でもやっぱりラッキー、ちゃんと声も聞こえるじゃん。し、静かに頼む。小野寺さん、僕には君が必要なんだ。うわガチの告白じゃねえか。驚いたわ、本当に告白だったのね。宮本、まさかさっきの適当だったのか。あんな自信満々に熱弁振るってたじゃねえか。しー、もう静かに。僕の元に来てほしいんだ、頼む。うん、小野寺はどう答えるんだ。あー、くそー、どうする、どうできる。畜生、迷うな。どんな答えが出たとしても小野寺の決断を応援してやるんだ。私、ごめんなさい。え、今断ったのか。そっかって振られてるやつを見てホッとするって男としてどうなんだ。一条楽、どうしたんだ。顔が青ざめたり赤くなったりしているが。いや、気にしないでくれ。どうしても無理なのか。君に断られたら僕は。そんな風に言ってくださることは本当に嬉しいです。でもやっぱり難しくて、本当にごめんなさい。もう一度だけ考え直してくれないか、頼む。いえ、でも、あの、小野寺困ってんじゃねえか。なんであいつ潔く身を引いてやらねえんだよ。なかなかしぶといね。男の風上にも置けないやつめ。お嬢、成敗してもよろしいですか。ちょっと、ラク。おいお前、男なら潔く身を引いてやれよ。小野寺が困ってんだろ。あれ、困らせてしまいました。そんなことは。いえ、本当のことを言うと少し困ってるかもしれないです。そうですか、困らせるつもりはなかったんですが。わかりました、今回は諦めます。ですが、いつでもお待ちしておりますので。はい、本当にごめんなさい。言ったか、小野寺、大丈夫だったか。ちゃんとお断りできたし。でもなんだか先輩に悪いことしちゃった。せっかく言ってくれたのに。そんなことないよ、いやいや付き合うことなんてないし、やっぱり好きな人と付き合わないと意味ないじゃない。そうだね。でも別に先輩のこと特別嫌いじゃないよ。ただ私、正直ああいうことには向かないんじゃないかなって思って。それに家の手伝いも委員会だってあるし、そう思うと難しいかなって。ん？家の手伝い？委員会？ちょっと待った、あのさ、小野寺。何？一条くん、念のため確認なんだけどさ、今さっき先輩から告白されてたよな。告白？え？え？
のは生徒会の先輩で、人手が足りないから手伝ってもらえないかって言われただけだよ。え、そうだったの。うん、なんだ、じゃあ心配することなかったのね。大事に至らなくて何よりです。で、待てよ、俺さっき勘違いしてすっげえ恥ずかしいこと言っちまったような。あの、でも一条くん、なんでそんな勘違いしたの？え、それはさて、何事もなかったようだし下に戻ろうか。そうしましょう。舞妓くんと同意見なのは不本意だけど。そんな照れないでよ、ルリちゃん。ふん、ぼっ、ちとげちゃんも行きましょう。そうね、ラク、先行ってるわよ。シュウ、気を使ってくれたのか、それとも面倒くさい説明を俺に押し付けたのか。どっちにしてもなんとか小野寺を納得させねえと。一条くん、どうして私が告白されてるって思ったの？あ、なるほど、確かに先輩すごく一生懸命だったもんね。でもそれだけで告白って思っちゃうなんて。一条くんも意外とおちょこちょいなんだね。あれ、でもそれにしてもどうして追ってきたの？知らないふりだってできたのに。ありがとう。一条くん優しいんだね。でもあの、どうしてそこまでしてくれるの？心配だったんだ。一条くん、心配性だね。ここ、なんか暑いね。ほんとごめんな。おせっかいなことしてることも重々承知してたけど、もし何かあったら嫌だったからさ。おせっかいなんて、そんなこと思わないよ。その…ありがとう、先輩のことを止めようとしてくれたんだよね。ただの勘違いだったけどな。後で先輩に詫び入れに行くわ。失礼なこと言っちまった。ううん、私嬉しかった。え？その本当にありがとう、すごく嬉しかった。一条くん、うわ、しまった、嬉しすぎて鼻血が。大変、これティッシュ使って。すまん。何をやってるんだ俺は、こんな大事な時に。悪いよ、ロデラ、ちょっとだけ横になる。ちょっとそのまま待ってて。え、濡れタオル顔に当てて。ありがとう。これはやばい、興奮して。あれ、血が止まらない、大丈夫？大丈夫、こうすれば多分。本当に？じゃあ血が止まるまでここにいるね。神様、ありがとう。告白って聞いた時はビビったけど、今日はラッキーな一日だぜ。出血しさえしなければな。これラク。悪いよタマ、後にしてくれ。俺は今授業の復習で忙しいんだ。何が授業の復習じゃ。毎日毎日へいへいボンボン、波風立てずに過ごしよって。もうすぐ1ヶ月が終わってしまうぞ。良いのか？
普通に平穏に過ごせたらそれで十分だろ。何焦ってるんだお前。もう、お主がわらわを頼ってくれぬとなかなか千子になれぬではないか。千子？なんだそれ。美味なるいなり寿司を食べて、ネットで遊んで、テレビを見て本を読む。なんじゃわらわのこの生活は、まるで天国ではないか。まずは怒ってるのか嬉しいのかはっきりさせろ。とにかく、このままではわらわは世に言うニートで終わってしまう。残りの数日間を有意義に過ごせるよう、楽もしっかり目的に向かって邁進するのじゃぞ。よいな。わかったら返事。あとお揚げじゃ。へいへい、よくわかんないけど、わかりましたよっと。楽、おはよう。ああ、おはよう。ちょっと聞いてよ、今日悪夢見ちゃってさ。どんな夢だったんだ？坂道を走ってたら無数のバナナが転がり落ちてきたの。逃げた先が行き止まりでバナナに埋もれちゃって窒息するかと思ったわよ。まったく。そうか、そりゃ大変だったな。